ん？なんだい、デン。おや？来たね。ウィンリー、乗客が来たよ。へ、元気そうじゃないか。よ、また頼むよ、フィナコバッチャ。うわ、こら、エド！おかえり。おう。なあ！おお、悪い。ぶっ壊れた。私が丹精込めて作った最高級オートメイルをどんな使い方したら壊れるって言うのよ。いやー、それがもう粉々のバラバラに。で、何？あるも壊れちゃってるわけ？あんたら一体どんな生活してんのよ。いやー、腕だけじゃなくて足も調整が必要だね。あら、一応身長は伸びてんのね。この前測った時は151センチだったっけ。足の方は元があるからいいとして、腕は一から作り直さなきゃならんから。え、一週間くらいかかるかな。なめんじゃないよ、3日だ。削り出しから組み立て、微調整、接続、仕上げと、うわ、完璧徹夜だわ。悪いな、無理言って。一日でも早くセントラルに行きたいんでしょ？だったら無理してやろうじゃないのさ。その代わり、特急料金がっぽり払ってもらうからね。巻き割り終わりましたぞ、ピナコ殿。ああ、すまないね。そういえば、エドワード・エルリックの姿が見えませんな。母親の墓参りだとさ。一人で出歩くのは危険だと言っておるのに。大丈夫だよ、優秀な護衛がついとる。あれ、エドワードじゃないか、帰ってきてたのか。久しぶり。まだ国家なんとかってやつやってんの？少佐、あの子らは毎日平穏無事に過ごしているだろうか。なんせこんな田舎だ。都会の情報はあまり入ってこないし、あの子らもあの子らで手紙の一つもよこさないから心配でね。エルリック兄弟、とりわけ兄の鋼の錬金術師といえばセントラルでも名が通っておりましてな。もっとも、それゆえトラブルにも巻き込まれるようですが。大丈夫ですよ、あの兄弟は強い。強いかい。ばちゃん、兄さんを、兄さんを助けて。ばちゃん、俺は国家錬金術師になる。だから俺に自由に動かせる手足をくれ。そうだね、あんな小さい体のどこにあれほどの強さがあるのかと思うよ。だからこそ、どこかで何かの拍子にくじけてしまった時、立ち直れるかどうかと心配になる。ピナコ殿にとっては孫みたいなものですか。ああ、あの二人が生まれた時からずっと成長を見てきたよ。なんせ私はあの子らの父親とは昔からの飲み仲間でね。やつめ、妻も子供も置いてこの町を出て行ったきり、今はどこをほつき歩いているのやら。父親といえば、ウィンリーの両親は？イシュヴァールの内乱で死んだよ。私の息子夫婦、あの子の両親は外科医でね、医者の手が足りないってんで戦地に赴いた。そして巻き込まれた。ひどい戦いでした。ああ、
ひどい戦いだった。だがその戦いで手足を失った人が私ら義肢装具士を必要としてくれている。皮肉なものさ、戦で家族を失った私らがその戦のおかげで飯にありついているのだからね。おっと、飯といえばそろそろ夕飯の支度をしなくちゃいけないね。あんたたくさん食べそうだから作りごたえがあるよ。いいえ、そこまでお世話になるわけには。遠慮することはない。どうせあの兄弟もここしか泊まるところがないんだ。一緒に泊まるといいさ。泊まるところがないとは、兄弟の故郷というなら彼らの家があるのでは。ないよ、あの子らには帰る家がない。エドが国家資格を取って旅立つ日にあの子自分の家を跡形もなく焼いてしまった。私には錬金術はよくわからんが、あの子らのやろうとしていることが生なかなことではないというのはわかる。あの子らは帰る家をなくすことで自分たちの道を後戻りできんようにしたんだろうよ。帰るかってみんなが待ってる。いいかい、行くよ。1、2、3。うわ、毎度この神経つなぐ瞬間が嫌でよ。でもこの痛みともおさらばかもな。賢者の石が手に入れば元の体に戻って万々歳だ。残念だね、せっかくの金づるが。そうよ、無理して元に戻ることないわよ。かっこいいじゃないよ、オートメイル。オイルの匂い、きしむ人工筋肉、人体工学に基づいて設計されたごつくも美しいフォルム、なんて素晴らしいのかしら。機械オタクめ、うるさい錬金術オタク。完成、どうだい。うん、いい感じ。あんたのことだからどうせ日頃の手入れサボってると思ってね、錆びにくくしてみたんだけど、その代わり強度が下がったからあんまり無茶。アル、お待たせって聞きなさいよ、あんたは。よし、じゃあ早速来いよ、アル。ん？なんだ？兄弟喧嘩か？違う違う、手足の作動確認も兼ねて組手をやってるんだよ。それにここしばらく体を動かしてなかったから勘を取り戻さないとね。ほほう、ならば我が輩も協力しよう。はあ？それでは。なあ、もう壊して作る。
了解。真まで凍てつかせてやる。滅ぶべし。ぬるすぎる。しっかりして。遅いと言ったはずだ。破壊させてもらう。あらよっと。次させない。持ちこたえて。了解。私が育てた兵をなめるなよ。何やってんのよ。ある。僕に任せて。壊して作る。おお、ああ、またお腹出して寝てるよ。しょうがないな。まるっきりこれの保護者だね、アルは。これじゃあどっちが兄貴だかわかんないね。お腹出して寝てって言えば、ユースウェル炭鉱に行った時のこと思い出しちゃった。そこの炭鉱の人たちが上からの締め付けで困ってて、助けてくれって言われたんだけど、兄さん最初は助ける気がさらさらなかったんだ。だけどそこの親方の、ここが俺たちの家で棺桶なんだって言葉を聞いて、結局助けちゃったんだよね。かっかっか。そうかい。俺たちの家かい。そうだね。帰る家の大切さや亡くなる辛さはお前たちは身に染みてるもんね。うん。だからいつも本当の家族みたいに迎えてくれるバッチャンとウィンリーには感謝してる。口に出さないけど、兄さんもね。それでもやっぱり生まれ育った家がないっていうのが現実なんだ。僕たち家を焼いたことは後悔してないけど、時々
無性に泣きたくなることがあるよ。いっそ一度思い切って泣いちゃえば吹っ切れるかもしれないけど、この体じゃ泣くに泣けない。泣ける体があるのに泣かないバカもいるしね。ほんと強がっちゃってさ、このバカは。世話になったな、ばっちゃん。ああ、あれ、ウィンリーは？徹夜続きだったからまだぐっすり寝てるよ。起こしてくるかい？ああ、いいよいいよ。起きてきたらオートメールの手入れはちゃんとしろだの、うるさいから。じゃあな。ああ、気をつけて行っといで。坊主ども、たまにはご飯食べに帰っておいでよ。うん、そのうちまた。迎えてくれる家族、帰るべき場所があるというのは幸せなことだな。俺たちは旅から旅への寝なし草だよ。おはよう、ばっちゃん。何がおはようだ、こんな時間に。作業台片付けておきなよ。ああ、エドの腕を直してそのままだっけ。本当にもう、あいつが来るといつも大戦争よね。徹夜は勘弁してほしいわ。ん？これって、あれ？如果大家想看或者想要讨论更多钢炼手游资讯，欢迎扫码加入钢炼手游 LINE 社群与玩家们讨论。FB 粉丝团也会不定时更新钢炼手游相关攻略资料。最后别忘记帮三毛数值三连起来，按赞、订阅、分享，开启小铃铛才不会漏接通知哟。我是三毛，我们下部影片见，拜拜。